52番はもう満席ですね。平日の今午後の5時半とかで台湾のスシローです。わあ、マジ日本と一緒だ。うわ、めっちゃうまそう。うわ、いいですね。エビ三貫セットうまそうだな。とりあえずエビからいくか。テーブルにあるやつをもらう。おー、日本のわさびだ。あと3点。いや、すごい。え、違くない？あ、上か、これか。早っ、めっちゃ早い。エビ来ました。3つで60元です。安っ。気をつけないと、こっちじゃなくて上に来ますよ。しょうゆ、甘口バッグと、ケンジャン、台湾のうまいやつ、ガーリー、いいですね。で、ここお箸、いいですね。いただきます。このエビ絶対うまいでしょう。いただきます。うんま、めっちゃうまいよ。プリップリ。あ、落ちた。うん、おいしすぎる。さっきの食べたのエビこれですね。マジうまい。嬉しい。注文したのバラバラなのに。あ、すごいな、この日か。いただきます。まずは粒貝。うまい。
司郎真的非常推荐。我觉得比日本的寿司郎饭店好吃。チーズめっちゃうまいっす。茶碗蒸しも。だしの味が効いててうまい。手まで入ってる。生きててよかった。ごちそうさまでした。美味しかったです。